私の作る、アトリエオーチですが、まあ、これは、必ず、私の設計した、オリジナルのムーブメントが載っています。まあ、ものづくりにおいて、オリジナリティを重視すると、自らの手で、作らざるを得ません。もし外注してしまえば外注先の都合によって、部品の使用が限定されてしまうというような場合もあるからです。まあ、つまり作家性の純度が失われてしまうわけですね。私は自分の芸術として時計を作っているので、まあ、この点は特に気を使っているわけです。まあ、一方、黒の、まあ、黒のはまあ私がデザインをした、時計ですが、まあ、製造は外部に委託されていますが、まあ、私の目の届く範囲で仕事をしてほしいので、日本のメーカーで部品の製造と、組み立てが行われています。最終的に検査とまた、製図などの修正が必要な場合は、私のスタッフが作業を行っています。まあ、黒のは私のデザイナーとしての仕事ですが、まあ、品質においてもアトリエオーチ同様の、配慮がされているわけです。